1> 第1次、西園寺内閣は、立憲政友会総裁の西園寺金持が、第12代内閣総理大臣に任命され、1906年1月7日から1908年7月14日まで続いた日本の内閣である、1906年1月7日任命、在職日数9020日、1906年1月7日任命、内閣発足当初、日露戦争中に、 桂太郎との間で交わされた約束によって、立憲政友会総裁である、サイオンジ・キンモが、後継に就任した。だが、桂と元老は、人事や政策に条件をつけて、制約をかけ、サイオンジも、自分の両腕といえる原高と、松田正久の二人だけを入閣させる条件で、折り合った。桂はこの内閣の後継人を自負して、政権運営にまで関与しようとしたために、 内務大臣、原高氏との微妙な政治的駆け引きを行うこととなる。鉄道国有化や、第三次日韓協約、日露協約、日仏協約の締結など、山形ありともら言動や桂の意に沿った政策を遂行する一方で、山形の支持基盤である内務省改革のために、軍政の廃止を計画して失敗したり、貴族院議員の入閣を実現させるなど、 政党政治実現に向けた努力は続けられた。ただし、閣内では、政友会は少数派であり、閣内は円滑ではなかった。成立から2ヶ月後に、加藤孔明外務大臣が、鉄道国有化に反対して辞任。続いて、山形伊三郎邸新大臣と、坂谷義尾大蔵大臣が、鉄道予算の問題で対立して、共に辞表を、明治天皇に提出しようとした際には、両名を、 天皇の前に連れてくるだけの西園寺までが辞表を提出してしまい、原と寺内正岳陸軍大臣が必死に説得して、西園寺の辞表のみを撤回させる騒ぎも起きた。第10回衆議院議員総選挙において、過半数に迫る187議席を獲得したものの、 声優会の基盤が格好たるものになることを警戒した山形有友から財政政策の不備と社会主義取締まりの緩さを問題視する上層が行われた。これを松田と原の更迭要求と見た西恩寺はこれを機に総辞職をすることとなった。だが、閣内少数派であったとはいえ、声優会党員が閣僚のほとんどを占めながら終始混乱で終わった大恩寺。 伊藤内閣と比較すれば、官会や貴族院にも支持勢力を形成できたことなど、声優会にとっては大きな成果も伴った。なお、徳富祖峰は、フツを頼んで地獄に落ちたと評し、西恩寺の度を超えた名優桂への依存が政権崩壊の真の原因と評している。1907年2月2日に内閣官勢が改正され、 各省大臣の単独副所の制度が廃止され、すべての直例に内閣総理大臣が副所することになり、内閣総理大臣の権限を強化した。ありがとうございます。